今日ならできる。え、何このテーブル、何この鬼テーブル、見てこれ、もういっちゃおうかライジングまで。はい、では抽選でございます。抽選参加人数が330名様いないくらい、打ちたい機種打つなら30番以内。あ、悪い流れ続いちゃってんな。断ち切る。それマジでいいじゃん、持ってんじゃん俺。来た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 。あ、ゆとり君、ゆとり君、俺こっちなんで。お疲れ様です。狙った番号を引きます。86番。はい、はい、入場でございます。行くぜ。42番、抽選強者、行くぜ行くぜ。番長ゼロコーナー盛り上がってしまってるね。角ならどこでもいいや、選べるタイプ。ここにするか。あ、取られてる。あー、ダメだ、角無理だ。じゃあこちらの番長ゼロにします。よろしくお願いします。はい、192番の入場でございます。何がいけるんだ。銭形にするわ。初打ち、ずっと避けてた。なぜならリールが4つあるから。銭形からいきます。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。セブンズ TV メンバー、人間体感キワロスです。ということで本日は埼玉県埼玉市南区いつものお店にてごちぼり。いや、ごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。ということで抽選参加人数が330名ほど、はい、平日なのに、うん、すごいね。すごいわ、この店すごいわ、すごいわ。ではね、抽選を勝ち抜いたワロさんからお願いします。はい、私330名様のうち、はい、引いた番号43番。お、ごちそうさまです。早いよ、あなたが何取ったかは知ってるが早い。諦めないで。で、僕が取った台は、はい、もちろん番長ゼロ。俺なんか前の前回ともう同じような番号を引いて、うん、同じような位置の台を取りました。一瞬で買いの。でもそうなんよ、並びの最中も聞くじゃん、何食うか何食うかって、うん、みんな番長ゼロなんだ。まあそうだろうね。で、本当はシンフォギア行こうかなって思ったんだけど、やっぱ番長ゼロだよなってなって流された。前回全6だったのに。で、死んだ番長ゼロ。番長ゼロ。で、分からない、逆に前回不甲斐なかったから今回はっていうホールさんのもう心理戦だよね。前回不甲斐なかったのは君だけだったんじゃない、分かんないけど。もう覚えてないけど。いや、別に入ってないことはないんだけど、うん、別にその派手な感じでもなかったから。あ、なるほどね、うん、じゃあ今日はもう逆に言うと逆にド派手になってる可能性があると。わかりました。で、私がですね192番。うん、悪いね。そうないよ。そんな中私入場して探しました、まあ、ちょっと諦め気味に探したけど、うん、もうダメだこれやった感じだったから出てたの、うん、悲壮感か。なんかロシアみたいな、なんかホラーがいるなと思ったら、あなただったの。素体ホラーが、素体がホラーがずっとこの大キープ系でこうやって漂ってるから、終わったわと思って。で、その素体ホラーがたどり着いたのはですね、はい、ゼニガタです。初打ちなんですけど、もう打ってなかった理由が俺明確にあって、あれ、うん、あのリールが4つあるから。なる。それで打ってない人も多いと思うから、逆にね。逆に、逆にか。いや、もうリールが4つあるってことはもうそれなりにやっぱ出玉力もないと成立しないから、うん、リールが4つあって面倒だ、出玉力がないと。でもやっぱ設定も入んないから、だからこのお店は気づいてる、設定入れないと動かないこの台は。いや、絶対動かすつもりないでしょ。動かすつもりない。もう台がねえからしょうがないから入れとくかみたいな。ほんとはどかしたいけど、あれもでかくて重たいから、もうここに置いとこうって、1で置いとこうってなってると思うよ。まあ、角に置いとけば誰か座るだろうって。多分、うん、どちらかっていうと角っていう理由だよね。なんならバラエティのあそこの角座りがち。うん、歴代設定入らん。そうだね。全部初打ちはあそこで済ましてたけど、全部それが最後になってる。積もったことはない。積もったことはない。いや、今日はあるかもよ。いや、そう、ごち盛りだから平日に330になら、そうよ、うん、入れるよ、いつも入れない銭形にも。銭形だけ入らないだろうな。開けんのも重てえからなって。そんな感じでね、うん、ワロさんに頑張ってほしいなと
まあお礼になってくるだろうね、うん、まあでもね僕ももちろん勝利を目指してますから、うん、大移動もねすでに視野に入れてるんで、あそうだろうねもしかしたらゼロ回転移動もあるもんね、オープニング取って戻ったらこっちの台がちょっと100回転回されてるけどこっちの方がはるかにいいんだっていうパターンもあるからあるよあるよ、うん、まあそんな感じで、はい、ごちもり頑張っていくわけですけれども、はい、ごちもりといえば、はい、まあ、飯をどうするかってわけですけれども、まあ、なんか食いたい飯、今食いたいも言っていい、うん、しゃぶしゃぶ食いたいわ。お全然あり、しゃぶしゃぶも高級料理ではあるよね、うん、あそっかまだうちらしゃぶしゃぶ食ってないか、うん、すき焼きはやったけど、あそうだ、しゃぶしゃぶはやってない。でももちろん皆さんはねもう牛しゃぶよ、負けたら豚しゃぶ、勝ったら牛しゃぶ、まあ、目標は高い方がね頑張れるんで、上見たらキリがないさそうだけど、うん、すげえさ白髪ねぎバーってそれをなんか肉で巻いてしゃぶしゃぶ食いたくない、やるか分かったよ。あれっていうかさ今それで急に思い出した、うちらやってるわやってるわ、こちもりの前のやつで名古屋でやってるわ。いや名古屋じゃない名古屋じゃない、北海道か、大阪、大阪、北海道行ってどうした、どこ行ったの、どこ行ってたの勝手ななんかもう俺以外のやつ北海道行ったのかよいや俺これ北海道行ったことね、行ったことないどの記憶、前世の記憶、どの記憶、びっくり怖いわちょっと急に前世の記憶が蘇ったわ、うん、でもそう今巻いてっていうので思い出した、巻いたもんあの時星型みたいな、急にこれで平気いやでもあれごちもりじゃないから、正確に言うとごちもりになる前のゆるい出玉バトルをやってる時だから、そうだ改めてね、だからあそこ以上目指そう、和田屋ね、ああそうそう、すげえ思い出した思い出した和田屋、でもあそこもすげえうまかった記憶あるから、つまり勝つとあのレベルのやつが食えるってわけでしょ、そう、あめっちゃやる気出たわ、もう釣り方めっちゃ頑張るわ、いややめろやめろ、まずそれをやめるところからやめるところからそれをやめるところからじゃあということでね、素晴らしい目標も決まったところで早速打っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで銭形打っていきましょう。リールが4つあるのを打つこと自体久々だわ、いくぜ。あら、なんで急に当たったんだ。やりました、444ゲーム、16,000円で、これチャンスゾーンなんですけど、3回チャンスがあって、そのうちの1回でも成功すればボーナス確定で、3回とも成功したら3つボーナスでも突入時にいきなり抽選してるらしい。遊園地は 10% だね、ちょっと無理ゲーだな。通常時回して分かったのはこの台は煽りがかなりひどいやつだから期待しないようにしましょう。これ多分無理だわ、分かってました。ショッピングモールは突入時点で 20% で成功、てかもうここを突破しないとかなり無理ゲーだわ。なんかダメそうな感じしてるわ。ありがとうございます。いきます。VIP ホテルが一番期待できます、 32% です。かなり良さそうですけど、赤くなったもんね。ただここまで来ても期待しすぎんのよ。そう、通常時まさにこんな感じので外れてるから。あーでもチャンスアップしとる、これで無理なら本当に無理。 OK やりました、なんとかつながったか。そうボーナス確定、あ3回失敗するまでやらせてくれるんだ、なるほどね、もう終わりなのかと思ってたわ。でもこのステージはかなりきついね。またチャンスアップしたけどね、え行ったわ、やば、これで2個目、えこれボーナス3つストックいけるぞ。どこ、サバンナ 12.9%、 大体8分の1くらいか。うんチャンスアップなかったね、これで終わりだ。でもボーナス2個ストックしました。でバケットビッグとフジコボーナスっていうのがある、バケじゃなければいいよそんな気はしたけどさ、レギュラーボーナス、えビッグストックしたわ、やば、あ昇格したってことか、昇格ということでボーナス中に何かを獲得するとかはなかったな。ビッグの方が比率高いっぽいんだけどね、不利になっちまったな。おいこれタイプライターが起こったってことは昇格か3ゲーム連かどっちかなんじゃないの。はい、ビッグに昇格したってことね、なるほど、2の2で昇格したわ。うん一瞬で800枚くらい出たな、777枚、これでトントンくらいかな多分、意外と戦えてるわ。え速攻で当たったわ、53ゲーム
さあこれでチャンスをもちろん持ちコイン。さあどこだ遊園地、まあ、10パー引けばいいわけですからいいんじゃないか。やばいやパイチェリーバッチリ盗みましたよっと。パイチェリーバッチリ盗みましたよっと。これはもう確定でしょ。えあ、タイプライターってあれか、盗んじゃダメだったんだっけ。パイチェリーこれはいいでしょ。限界耐性 30% あるわ。いけます。チャンスアップしなかったわ。これダメそうだね。うい、さあまたしても来ましたよ。お、ベル盗んでない。やった、これでボーナス確定。オッケー、しかもレインボー V だからこれ別格じゃない。紫カットイン初、これめっちゃいいでしょ。うん、いいんじゃない。簡単だなこの機種。3つストックしたいね。ショッピングモールなんかダメそう。やっぱりということでボーナス2つストック、うち1個はレインボー V と。さあどうだ、まずは普通の V から。まあそんな気がしたわ。でも 100% 昇格してるからな今のところ。あー昇格なかったわ、初めてレギュラーで終わった。いや絶対大丈夫。はい、 OK。 まあビッグだよな。はい、さあビッグボーナス、ビッグ400枚出るからな。はい、ということでレギュラーとビッグ1回ずつで499枚、これで400枚くらいプラスなのかな。めっちゃ順調だわこれ。番長ゼロに頼らずともいけるかもな。はい、メイン台ぶち壊し TV のワロスと申します。頑張っていきましょう番長ゼロ。うん、オープニングマジびっくりしたね。北海道過去に行ったことある脳内フォルダから一切ない北海道って出てきたから、前世の記憶がバーってできたわ。打っていきます。まあいいしゃぶしゃぶ食うに、まあ、俺頑張らんと無理だろうな。やってやら、まず番長ゼロ朝一やらなきゃいけないことはゼロモード、ここでぶち当てる。で投資を5000円に抑える。なんだかんだ言っていただきロード入っちゃえばそこそこの枚数にはなるから、その一発目のいただきロードでなんとかキープしたい。まあ、2万でも勝てばぼちぼちのしゃぶしゃぶは食えるでしょう。なんなら5600枚浮けばしゃぶ用とか温野菜くらいは食べてると思う。だから目標は低投資。はい、朝一失敗、しっぺーちゃん。あ、珍しいポイント数で全長直だったら鉄板だなこれなんとかなった。260ゲームナイス。しかも200ポイント台だからモード以降悪くないんじゃないの。投資9000円、レギュラー、いやいいよレギュラーで。設定判別ができます。これ轟で止まったら熱いよ。こう設定した今日朝一。ここの振り分けは出てるんだよな。設定1、2で 1%、 設定3、4で 2%、 設定5、6で 5%。 かなり設定差あるからマジ熱い。いくぞ。でなおかつこの1トンで戻しちゃったらマジで高設定濃厚だと思う。そのくらい強い。もう1、2はないと思ってる。ダメか、そこまでうまくいかないか。化け戻しはなし、まあ、しゃーないわな。はい、2万円目、これはねポジティブな2万円目。ゼロモードからチャンスモードの移行が1と6で倍近く設定差があって、なおかつレギュラーの高設定した今日1と5、6で5倍差があるんで、これはポジティブな投資。あ、やったやった、170ゲーム13000円。 OK、緑まで行けてれば、お、パネル消えてる。よしよしよし、下はないけど
砕け散れ。まずは朝一いただきチャージ運試し、占い行くよ。今日のチャージングよし、あぶねえ、耐えた。ちくしょう、中途半端な20ゲーム。よし、来たな。ゼロヶ岳の青引いてこうじゃん、モロス。はい、前兆強すぎ。緑さらに赤勝ち上げで 80% いけるでしょう。モーニングクラッチありがとう。いいぞ、マジでいいぞ。レギュラーか、もう設定判別完全にしちゃおうか。なんなら2、3を出して5、6確定しようか。今日ならできる。何このテーブル、何この鬼テーブル、見てこれ。もう行っちゃおうか、ライジングまで。ウォロス君行くとこまで行っちゃおうか。このシナリオ 0.39 だよ。あー、ゴロッ確定した。やばいだろこれ。ゆとり君に報告だ。え、バイブしたか。あ、まあ、チャージだからか。え、とんでもなくない。もう一個ギブミーチャージ、ギブミーチャージ。はい、チャージ3つと5、6確定。はい、こんな贅沢なことありますかっていう話。ぶん回そうか。はい、じゃあ行こうか。3つもあったら緊張感ないわ。気楽に行きます。まあ、僕の中でも感想濃厚と思ってるんで、とりあえずこの IC カード7000円分しまっちゃいましょうか。駆け抜けちゃったけど、あと2個あるから何も怖くない。いやー、高級しゃぶしゃぶ確定演出だったね今のは。はい、2発目。さっきは不甲斐なかったからな。みっちり行くぞ。また10ゲーム駆け抜け、まずい。はい、3つ目頼むわ。ナイス、2以上生かすぞ。いやー、やばいわ、全部10ゲームだったわ。何これ、当てるっきゃないよな。同じことやるしかないよな。色白式終わったわ。俺の運、あの 0.39% で終わったわ。だね。え、最高の下振れで終わった。779枚、偶数しさ、奇数で 12.何%で偶数で 20% くらいだった気がする。最近出たんだよな、昨日とか一昨日とか。まあ、それを生かす間もなくいきなり5、6確定したんだけど。おーっと、カットイン付きで、え、行ったわ、すごっ。112ゲーム、めちゃめちゃ当たり軽い。さあ、チャンスゾーン行きましょう。俺このチャンスゾーン得意だからな。 10% 勝負。 10% っつってもなんかね、結構何度でもなってるんだよな今のところ。ここのファーストナビがあると熱いわ。打ってて気づいた。うん、これしょうがない。うわ、宇宙は確定。引き強、これ選択率めっちゃ低いよ。いっぱいいっぱい引けたらね、パチスロ負けないから。さあ、これでボーナスは確定。これ4択なんだけど、これ正解すると 50% でボーナス確定。ここはね、右押したいわ。普段ないリールだからね。はい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 。え、正解したわ。これもう 50% でボーナス。この演出の感じ 50% 取ってるんじゃねえか。カットインとか来ちゃうんじゃないの。はい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 、特に来なかったわ。でもいけるでしょう。オッケー、これでボーナス2つ目。ショッピングモール、これこれこれ。もうなんか確定したような音聞こえたけどね。うん、レインボーになったわ。オッケーオッケー、めっちゃ簡単じゃんこの機種。レインボー来ねえかな。あー、残念。ということでマックス獲得です。よ、うん、絶
対バー止まるな。ジャッキーンって言ってるからこれ別格でしょ。簡単すぎる。おいこれ全部ビッグだったら1200枚だからね。ということでボーナスあと2つ。ここ一発目にバー以外止まることあんのかな。いやそうだよね。でもこれはシンプルにレギュラー。うーん昇格ないね。508枚。ビッグの方が比率高いからね。オッケー。この曲が始まるときにさ、ルパンザサーって言って始まるじゃん。あれずっとルパンルパンだと思ってた昔。なんならかなりいい年までそう思ってたよ俺。なんで名前2回言うんだろうって昔から思ってたけど、ルパンザサードなんだよね。はい、ということで、なんだなんかいい音鳴ったけど、ビッグ2回のバケ1回で919枚。これ終了画面は特に秘密ないはずなんよね。えリミットが181になったわ。これ天国ってことなんかな。えじゃあまた速攻で当たるわ。この台が人気ない理由ってマジでリールが4つあるからだけなんじゃないの。めちゃめちゃいい台だけど今のところ。チャンスゾーンも簡単だし、ボーナス中はちょっとやることないけど、でも純増が高いからそんなストレスでもない。この台もしかしてゲロアマでは。なぜ、いやもういいんだよな。マジまさか追加投資になるとはね。581ゲーム、投資17,000円。なんで青で、うわっおい。はい、オッケー。砕け散れ。これで決める。あ、これ5、6で負けるパターンのやつだ。これが高設定、5、6の挙動。普通に負けております。あぶねー。これなんなんこれ。410枚、下手くそです。これてっきりね、別積みしてくれてるかと。今1500枚くらい。え、それはもう銭形じゃないよね。銭形。なんかすげえ悪口言っちゃったね。すげえ悪口言っちゃったなと思いながら。面白 い。ゆとりさん普通に勝っちゃってるんだが、ちょっと鼻で笑っとったもんな。箱使えてねえかって。240ゲーム。入れよう。やったぜ。あーよかった、ギリギリ。あ、確定。砕け散れ。マジで今のところ誰も得しない動画になってる。メーカーさん、ホールさん、僕、ゆとりくん、視聴者誰も得しない。なんとかしていくわ。伸ばす、必ず伸ばす。パネル点滅。オーライオーライ、やってた。駆け抜け回避。鉄拳制裁クラッシュってこんなに難かったっけ。20ゲーム。頼むぞい。はい終わってるわ。373枚。いやいやマジ、トイレも行かずにぶん回してんだけど。297ゲーム、投資19,000円。あかんだな。もう3時半だから。199ゲーム、投資23,000円。マジレギュラー回る。あ、回んないわ。お金下ろしてくるわ。お金下ろしてきました。4万円目。僕最近負け方やばいな。競馬で14万いかれてから、次の日パチンコで8万いかれて今日なんだ。わけわかんないわ。食いしばれ、きつすぎるわ。あ、もういいわいいわ。あのゲジゲジとかマジいいわ。でさっきウガロスさんに会うためにアコモで借金してきましたみたいな方がいたんだけど、もうそこまでして歌んでいい。大人数の中抽選引いて、両番引いて、座った番長ゼロで5、6確定してもこんだけ負けるんだから、借金してまで絶対打っちゃダメだわ。朝一5、6確定して、まあ、それは浮かれたよ。僕も浮かれたけど、まさかね4万円目使うと思わなかったわ。もう過度な期待はダメ。6確定の瞬間でございます。まあ偶数仕立てまくってるんで、薄々感づいてはいたんですが、地獄だなマジ。終わってるわ。
聞いてた通り設定6は別格だわ。天井だけはいかんと思ったわ。投資4万、帰ってこんぜこの台。どうすんのこれ。うわこれは自治会だ。行け、俺の後ろに道ができるぞ。ふざけんなマジで。もう砕け散ってるけど。投資4万まだ負けてる。話にしか馬。はい、ということで超天国でチャンスを確定。114ゲームいきます。うん、残念。これもうダメだったってことよね。うわー、ついにチャンスを失敗してしまった。せっかく天国だったのに。まあ今までがうまくいきすぎてた感も多少あるけどね。うい、やりました天国ですね。90ゲーム、ここのレア役はうまいはず。はい、あんま関係ないのかな。さあ赤までチャンスアップしました。こいつはいただいたんじゃねえか。ナイスカットイン。おい、オッケー、あと2つ、うん、まあ、まだあと2回あるからね。うん、一瞬で終わったわ。またしても宇宙引いちまったわ。これ 1% だからね。ほい、さあこれで残り1つだ。残念、やっぱ3つは難しいな。でもこれでボーナス2つ獲得。今持ち玉が2000枚ないくらいかな。おそらく1000枚ほどプラスなはず。ナイスビッグ、ね、この上に藤子ボーナスってやつがあるんだけど、確率見たら無理な数字だった。1万分の1くらい。いや3ゲーム連のエースやっぱり来ないな。ここもビッグでお願いしますよ。だー、まだ分からんけども。だー、朝に連続で昇格したの珍しかったっぽいな。ということで503枚。いやすげー簡単だわ銭形。どうだ、オッケー。はい、またしても天国。天国移行率が半端じゃない。で調べたんだけど、モード移行時の 50% 以上で天国が選ばれますよとしか書いてなくて、設定差があるとかは特に書いてなかったわ。あってもおかしくない気はするけど、とにかく天国でした。136ゲーム。そうだよね、ここで宇宙飛行。いやー待って、今カットイン出たよね一瞬。オッケー、諦め気味だったわ。こっから2連続で突破しよう。遊園地、そうだよね。ということでまあ一応ボーナスは1個ストックできました。これビッグじゃないと赤字だぞ。いやー、だー、これじゃマイナスだわ。おーっと、バッチリ昇格してくれました。オッケーオッケー、これなら何の問題もありません。ナイスビッグボーナス。いや3ゲーム連の演出来ないよね。俺も結構ボーナス消化してるけど、いやもうね2500枚近く持ってると思うよ今。いい機種だわ本当に。この機種の悪口言うやつ俺が許さねえ。リールが4つあるから。なる。はい、ということで824枚、408枚、509枚。はい、ということで499枚。本日初天井、ついに本日初のゲーム数天井来てしまいました。でもまだ持ち玉たくさんあります。行きましょう。がっつりハマったからここは3つ欲しいわ。最低でも3つ、最高でも3つ。まあ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 、こっからですから。そうだよな、こういう時にね引いてくるんですよ VIP ホテル。カットインなし、あーぶねー、あと2つ。遊園地か。よしよしよし、
強烈綾くん、もうこれは絶対大丈夫。この音が鳴った時はもう成功してるから。あと1個、天才か、こりゃもらったでしょ。え、マジ熱いステージのはずなのに結局また2個だったわ。さすがにビッグでお願いしますよ。天井だからね、まだ大丈夫。ほーらね、オッケーオッケー、一安心。404枚オッケー。これで全部とはいかないけど、天井まで行くのにかかったメダル返ってきたな。なかったことにできたわ。もうこの曲今日何度も聴いてるけど、やっぱいい曲だわ。男には自分の世界がある、例えるなら空をかける一筋の流れ星。はい、天井で当ててビッグ2連目で、その途中でデータがいっぱいになって録画が止まっちゃってました。申し訳ない。あのビッグ消化し終わって結局790枚ほど出まして、銭が短縮は結構溜まってたんで57ゲーム回して天国分回しきれました。で天国じゃなかったんでやめました。そして流してきました。ここまで来てようやく取れてないことに気づいたと。いや、どっから取れてなかったんだろうって焦ったけど、まあなんとかなるでしょう。多分マックス4000枚くらいあったと思うんですけど、まあ上々でしょう。いいしゃぶしゃぶが食えますね。ということでお疲れ様でした。5万円目、これがずっと追いかけてた番長ゼロの設定録、まさかこんな時間にね、5万円目とは。やっぱりね、期待しすぎるってよくないわ。直撃やんこんな。438ゲーム直撃え、4万8000円入ってるんだが、マジ上気を逸してるわこの台。全然6っぽくねえんだよな。ゆとりくんが出てくれてっからよかったわマジで。ゆとりくんが帰ろうって言ったら文句言えねえからな。さすがに AT 中にやめろとは言わないから完走しよう。あ、押すポイントも引き継いでっからうまいわ。よしよしよし、 OK。ビッグイがいらない。マジ？オッケー。よーし、なんとか揃えました。行くぞ、やるぞ。よっしゃ、2以上これ生かさないと。よーし、マジガセるかよ今の。からかいすぎだろマジ。何もできず10ゲーム。これ鉄拳制裁いつできるのこれ。まあゼロ型いきます。絶対に仕留めないと、絶対に。よし、 80% OK。 レインボーグラッチ、まあ、今いい。ここでまたチャージストックしてボラン、まあ、そういう台。500枚突破朝ぶり。青7揃えてそれでライジングだ。もうそのルートで行く。もう正規ルートは無理かな。このチャージ大事にしてこう。20ゲーム頼むった。727枚。あれ今朝も混乱じゃなかった。きつすぎち。あ、すごくない？これ真似できなくない？198枚。やるぞ。もう許してくれ。よっしゃ、ここだ。ある、あーギリギリ、あぶねー。頼む鉄拳制裁やらせてくれ。やったわ、ついに。
鉄拳水彩クラッシュ、ここしかねえ、使うぞ。いい時の自分、ライジングさん。頼む、やめたこれ、なんなんだこれ。いや、こっからがチャンスなんだ。この20ゲームでいっぱい引くんだ。これがいただきチャージか。いやー嬉しい、こんなことも起きるのか。この台引くぞ、この10ゲームラストインフィニティ。ダメ、81ゲームもよくやったわ。足伸びない。この台最高にむずいわ。待って、これこの演出で弁当箱はマジやばいだろ。これもう次回予告来るよ。そういうこと、回るっしょ、さすがに回る。やる、これで決めるわ。もうメダル200枚しかない。さあここだ、やるぞ。これが最後と思ってやるわ。やる、砕け散ろう。そうだよね、行こうか。2つ目、よし、鉄拳制裁確定。ここで決めねえと、人間体感機最終奥義使うっきゃねえ。友に感謝。ダメだこれ、青じゃ。よし、ダメな、302枚で。もうずっとずっとこの2ヶ月番長ゼロを狙い続けて、やっとこさ設定録を積もった結果これかよ。俺は何を求めて朝抽選を引けばいいんだこれから。おお、メシア、バロさん、いいしゃべしゃべいけるくらい勝ったから、ありがとう。バロさん多分見間違えちゃったのかもね。無駄なかったのかも、かもしれない、うんうん、もう壊されちゃった。今店内状況で一応番長ゼロは最後に楽しみに取っとこうと思ってたらね、うん、違う、ウトレ君、これはねバチが当たったんだよ。バチ、ありがとう、勝ってくれてありがとう、うん、じゃあもうすぐやめてください。あの若干の期待値を残してやめたいと思います。はい、なんでないから、そんな期待値。一応どっから回しても期待値はプラスの台だと思うんだけど、やめます。もうゆとりさんが言うことが正解です。バチが当たりました。これで終えます。これが罪を犯した人間の番長ゼロ設定録です。地獄だね。4万8000円投資、回収200枚くらい。ああクソ回したけどダメでした。ずっと専業にね狙われてたわ。もうね、もう仲間しかいないわ。僕の財産は友達です。お疲れ様でした。はい、ということで店内状況、まずこちらの別積みがピラミッドアイの六角ですね。パネルが消えています。はい、すげー出てますね。そしてこちらの別積みが牛音トラ、そしてさらにお隣のガロも3箱積んでいます。さあそしてこちらの別積みはシンフォギア、そしてこちらの方が1箱半、そしてこちらの方は別積み、そしてこちらの方は3箱。今回も全台なんじゃないですかね。そしてこちらの別積みがタブータトゥー、すげえ出てる、213回ですね。213はすごいんじゃないか。タブータトゥーは他も数字ついてます。145、140、そしてこちらは96と。さあそしてこちらの別積みがモンスターハンター黄金狩猟、そしてこちらの別積みが乙女ダークネス、そしてこちらの別積みが日暮らし、はい、こちらの別積みがバイオハザードですね、112回、そしてこちらの別積みもバイオハザード101回、お隣も120回で別積みしております。であとはこちらが88回、一箱って感じですね。バイオも前代あってもおかしくなさそう。はい、そしてこちらが絆2一箱半、そしてこちらが絆2別積みですね、そしてこちらも絆2の別積み、
あとこちらの絆2は勝ち盛りで2箱と、はい、こちらの別積みがコードギアスですね。あとこちらの別積みが楽園追放。さああと番長ゼロがこちら2箱、はい、そしてこちらの別積みが番長ゼロ、そしてお隣も別積み中と、でさらにこちらの台も別積みしておりますといった感じです。以上店内状況でした。いや、さん、とんでもないわ。まあ、ごちもりパーですか。マジっすか、個室エグいんだが。やっぱ、落ち着けるかなと思って、銀座の個室写真。え、覚えたの、あの総取りから銀座を。あの時はあんま変わんなかったよ、俺とテンションは。マジ？あんまり来ないか。あ、撮影とかも撮ったのかな。じゃあ乾杯しましょうか。緊張がすごいんだよ。俺銀座と思ってないから2パックできたんだから。多分2パック来たことない人この店。いや、すごいわ、いただくよ。とりあえずね、はい、先に乾杯しましょうか。はい、はい、じゃあ、いただきます。はい。スピード感ですね。じゃあ僕から言っときましょうか、はい、したらお願いします。おそらく動画のケツの方ね、データがパンパンになっちゃって撮れてないとかそういう不具合もありましたが、さらなりますよ。そんだけ出したらなっちゃう、データもパンパンになります。投資が16,000円、おお、46枚貸し出しなんで736枚、はい、そして回収が3525枚なのでプラス2789枚です。ちょっと忘れてくださいよ。大将はい、はい、上段にお先付け、おしのぎでお寿司でございまして、はい、下段にお作りが入っておりますので、はい、お召し上がりください。はい、ありがとうございます。小生の発表いらんのやないかみたいな。完璧なタイミングだった、うん、大都会のふすまだった唐突な、うん、びっくりした。じゃあ現行機種最強の番長ゼロ設定額 113%、うん、打ち切った僕の収支発表いいですか、はい、投資48,000円、回収207枚。これ江戸地君が止めてくれなかったらもっといった可能性あった。怖かった。血生臭いなって思ったことがね。バチョクラコーナーなんか血生臭いに言うんですよ。ダメだあの台、うん、ダメですわ。まあまあ、はい、忘れようよ。金持ちの方そうだよね。もうちょっと打ったらね、うん、ちょっと打ったらもうパッと3倍になっちゃう。いただきましょう。突き出しみたいな、まあ、先付け青菜のおひたし、あとまあお寿司ですね。いや俺しゃぶしゃぶって聞いてたからさ、うん、もうでもこういうのがあるんだね、まあ、コースにしたんだよ。コース、おコースちなみにこのお店で一番高いです。マジただでさえ番組もうおごってもらってばっかで悪いけど楽しむわ、うん、ちょっと食べる前にはい、お店のご紹介を。あ、うん、こちらのお店が、はい、京都つゆしゃぶチリリ銀座京橋店。じゃ京都のしゃぶしゃぶ屋さんの支店なんだ。そうそうそう、へ、でこちらのコースが、はい、近江牛サーロインとハッキントンで食べ比べ、牛と豚を両方、マジいいとこいいとこを食べ比べちゃおうよ。じゃあ2パック正解じゃない。そうだね、急に正解。急に正解だね、うん、で、まあコースなんで、まあ、この先付けとか、まあ、お寿司もあったりとか。めちゃめちゃ金持ちっぽい。このだけの完璧完璧な金持ち、言っていいですか。そうそうそう、もう6で負けちゃうんだから。もう6しかないよ。青菜ね、うまい。塩分添加物に頼ってない。マジで。ちょっと先に注意事項、はい、注意事項でもないけど一応伝えとくと、お酒は別料金です。はい、そうだよね。このグレードのものが出てきてるけど、お酒は別料金です。飲み放題で、飲み放題で。僕らコースって聞くとなんかね、うん、必然的に飲み放題がついてくるイメージではあるけど、多分ね、ない。飲み放題はいい感じな飲み方でいきます。俺ね、なんだろうね、見たことないの。ね、ああ、ネギトロ。ネギトロでもうご飯がないやつ、贅沢に 100% ネギトロ。パッと見、明太とかに見えたから。で、見たことないもん。うまっ、うまっ。屈託のない笑顔だった。多分番長ゼロは君のその笑顔見たことないよ。うまい。もちろんご存知とは思うんだけど、これなんだ。しゃぶしゃぶだけど開けてみてよ。教えてよ。いや楽しんでほしいんだよな、そういうとこも。もうワクワクしながら開けてほしい。もう朝一のパチスロ台だと思ってほしい。いくつなんだろうな。そんなに開けるよ、うん、金だからね。
クソネギ入ってる、はちゃめちゃにネギ入ってる、テンション上がるでしょ、やばい、めっちゃ上がる、ネギ大好き、ネギ選手、やばい、嬉しい、ご褒美だろこれ。あ、こういうのも知ってたからマスクいいだろうなって思って選んでくれた。そう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 、マジこれびっくりした、そら金だわそら金だわマジ。初見やん、初見やん大丈夫カメラ動揺せなかったネギや、多分大丈夫絶対動揺してるから酒注文してさ、あおんない、もう手空いちゃってるけどみたいな、まあそうだね、酒ね、まあ、まだビール2本だから、2本だから、うん、何があるかな、しゃぶしゃぶ、ちょっと俺が先に見るな、はい、絶対日本酒いっぱいある、もうあまたの日本酒あると思うよ、日本酒はね売り切れちゃってそんな店するよ、まあ、ワインはさちょっと違うじゃん、しゃぶしゃぶ、まあ、ワインは違う、ワインは違うじゃん、でも俺知ったのお酒やハイボール、ハイボール、あ、切れてる、切れてない絶対に、切れないもん、だから炭酸からみたいな絶対あるよ、ジャパニーズウイスキー、でもあるじゃん、響きもあるよ、違う違う、ないないない、本当にないよ、それは幻覚なわけ響き、山崎、白州、チタ、タケツに全部あるな、だって俺の知ってるハイボールの値段の3倍するじゃあ、 あるけど、君もハイボール恐ろしいスピードで飲んじゃうから、確かにこんなの早く飲んだら、それは銀座の男じゃないか、そういう街じゃない、そう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 、知ったらどうなるわけ、中杯があるよ、いや中杯も早いよ倍飲む、倍飲んじゃう、でも倍飲んでもウイスキーの中杯3杯飲んでようやくウイスキー腹パンパンになって飯入ってこないから、なんかまあ日本酒とかなんじゃないですか、先生で200ミリで1合とか、多分そう1合だよ、なんかもう俺中杯でもいいかもしれない見えちまったからこいつに至っては直だもんかな、14代、うん、山形の、もし俺が酔っ払うようなことがあったら聞いてみてほしいわOK OK、 もう調べの状態だと絶対にないから選んでいいよ、マジワンチョウゼロの欠損回収していい、うん、あの京都の酒あるわ、桃の雫、名前よくない、ああいいじゃん、しかも値段的にもだって、うん、ほらさ見てみそれハイボールと同じ値段だから、うん、ハイボールがすごい、マジだからハイボールがすごいよ、おハイボール白ハイボール置いてほしいよこの白金粉、硬くなっちゃう、硬くなっちゃう、タンパク質が、いやいやいや、白金玉のこと舐めすぎでしょお前、初めて食うまであんだろ、はっきり言えやじゃあ、白金玉、初めましてい, ついかなる時食ってもうまいやつですどんな瞬間でも、めちゃめちゃうまい、腹いっぱいでも、腹いっぱいでも、まあでもはっきりと一切れなら全然いけるわって、マジかマジうまい、どっち行った、縦に乗ってる方、うん、縦に乗ってる方、全部消毒したから、こういう店は全部消毒してるから、うん、大丈夫、安心して、うん、そうだけど、全消毒、そうだけどもネギをなるべく絡ませて、そう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 、見てやべえだろこれ、悔しい、もっと早く出会えたかったうますぎる、いや信じられないわ、マジうまいわマジありがとう、これはよう発見したわじゃあ牛肉いきますよ、いきましょう、エロいよね、やばやば年末じゃん、すごいね、エトリ君これすごいよ、エッチだもん、エッチだね、牛はそこまで、そうだね、うん、通さなくてもいいから、あ、もう絶対これいくわ、はい、すごいビジュアル、見てこれうまそう、ないわ、もう全然しつこくない、ネギとポン酢とめちゃくちゃ合う牛肉、これって感じうまい、ちょ、これ食いたい、これ食いたい、もうアク取ってねえからそこだけもったいないな、俺らアクも飲みだからさすが銀座を知ってる男、いただきます、
もう吉見いけないかもしれない俺マジであんだけ愛したのにあんだけ愛した女捨てられちゃうわけスルッとなくなっちゃったもんもっと楽しもうと思ったら、うん、そうだね、うん、ああうめえわマジうまいね、うん、いいゴチしちゃってないなくなっちまったな締め頼むんですかいやでもずっと待って俺もう妖怪アクトリジみたいなずっとねこのね鍋をね綺麗にしてるんだ確かにずっとアクトリやんこいつと思ったの、うん、なんでかっていうといい酒としゃぶしゃぶしたいかなっていう水とやれって言うんですか水でもいいですけど水でもいいのつらかった毒で負けたらつらかった気になるなんかあの時価っていうのがあるんだけど聞くだけ聞いてみようか14台仕入れ状況により銘柄が変更しますまずはスタッフに在庫状況価格をお尋ねくださいレトリ君ない可能性があるそこギャンブルじゃないあったらもう行くしかないってことうんどんな値段でもうんもう銀座の男ではなくなってるよいつもレトリ君になってるよあもう一回やってもう一回やってもう一回やってレトリ君うんその14台、うん、時価じゃん聞いてみてもしあったら頼もううん全然いいよ俺はないにベットするわない方がいいもんあったら俺は踊るわあっもうまたアクが気になるんだよなアクがアク警察じゃんあのこの14台ってあります、はい、14ありますよじゃあお願いしますはい価格とかも聞いてくださいって書くと告知なしだった無告知一番怖いんだから言われないのかこれ急に会計楽しくなんだけど14台っていうくらいだからやっぱり14万のくすんじゃない14万すんの俺したらトイレ行ったと思ったら帰ってこれ俺もそんなつもりもなかったからお金持ってますいただきますこれいやこれ相当高いわ早めのデザートやこれやっちゃってるわこれこれやってんねこれマジでやっちゃってるパイナップルじゃん甘すぎいやだってもう一口で飲んじゃうえ嘘嘘じゃん一瞬でなくなるやんいやおかわりでしょと言わない呼ぶじゃんえこの14台って名前とかあるんですか聞こえいやこれ14台ってこれなんか名前とかあるんですかあ、アピーもらっていいですか大丈夫ですよ、お待ちしてます多分光るみたいな感じだと思っちゃってる当たり前にもうついちゃうかもしれないそうそうそう止められっかな、それをいや、俺大人だから言うよ、きっちり俺は言えないけど、さすがにさすがに取れて逆に銀座慣れしてるからねいいですかあ、大丈夫ですよ、置いときます14台本丸のプロファイオンにパンパンがいいだろう新品だもんね、だって絶対空いてるやつあるもんね、この形式なんだから一生瓶で注文するだろうっていういやこれ一生瓶マジでこのコースネタ見たらいいあ、これあのありがとうございます、はい、で、あとこれもう一回、はい、ここだよ本当はねありがとうございましたで済まそうと思ったんだけど目が合っちゃったからお買い得なのよこのコースって高いんだけどでもこの内容だったらいやすごいわっていう値段もう後に言うけど相当と思ってるけどでしょでも君の想定してるより絶対安いよマジその代わりやっぱお酒じゃんそれは当たり前もうそうするべきだからもうこっちがお得なんだからねいやでもある時間一番怖い言葉や時間ね ありがとうございますこの14台ってお酒すごく美味しいですありがとうございます結構入荷が難しくて入らないとき本当に入らないんですよで入ると一人見過ぎなくなっちゃったりめちゃくちゃ美味しいですありがとうございます、はいはい、びっくりしましたありがとうございますじゃあちょっと俺トイレ待てよお前確かに今のセリフは気持ちだった上限ないんだな酒はもう前はもう一瞬待ってしたでしょ今の悟ったね全てを運動部をしたことがある人は分かると思うけど夏の練習の後に飲むポカリみたいなやつああでもそうだね飲むたんびに毎回それって感じお花が咲くわけだろお花が咲くわけだろおつゆがおすすめでございますので、はい、ありがとうございます締めのそばどんな後はこれしか食いたい
もう今後飲んだ後に、じゃあちょっとラーメン食おう、ちょっとそば食おうってなった時に絶対この味ちらついちゃう。チリビそば、ネギ無限だよな。チリビそばっていうの名付けるね。新橋のサラリーマンの昼さと立ち食いそばみたいな、もう銀座ではなかった立ち食いそばだった、うん、最適解を求めてこうなっちゃうよ、うん、動きはその動きになっちゃうよ、丸さん言うても銀座だからやってたやってたよ。なっちゃうんだよな、これは。なかなかこんなに綺麗になることない。全然なんもないもんな。いや、まあ、何かしらあるだろうなと思ってやったら。こんな綺麗になることある。ごちそうさま。すいません、お会計を。はい、お願いします。もう今スーパーリーチしよう。やっぱ14台背景がかなり気になっちゃった。あのリーチ職を見てた14台背景、ありがとうございます。じゃあ俺まだ見たい。先に言いますね、はい、このコース、はい、あのもう大満足だったコース、これ一人1万円です。マジ？いや、クソ安くない？やばいよ。もうこの内容だったら、うん、お前のが14台見ていいですか？はい。あー、なるほどね。いや、マジでよかったわ。うん、マジ？マジでよかった。正解、いや、正解した。合計金額がこちら、見えてるかな？3万140円。だから酒で1万円。俺は14台が果てしない値段だと思ったから、14台2200円だね。え、すごいね。そう、もう一杯飲んだときゃよかったね。いや別にちょうどいいやろ、3万なんだからちょうどいい。当たり前ちょうどいいやろ、どう考えても。でも俺も味的にはそうだね、俺5000円だったなと思った。そうだって他がさもう2000円近かったじゃん。だからもう普通に倍以上だなと思ったから、うん、ありがたいけど、でも14台思ったよりかなり安いね。いや俺すげえ満足してるね。そうじゃない、しかも銀座じゃん。そう、出た後ね、うちら銀座で3万の飯食いましたけどって顔できるからね。みんな3万で食って、でもなんかね、駅から降りてね、あの雰囲気を味わってドキドキして、でこういうエンターテインメント味わって、でうまい酒飲んで、この値段だったら、まあ、おごってもらうけど、めっちゃありっていう、うん、いや、ありがとうございます。まあ、でも、これでも、俺、プラスですよ。素晴らしい。あ、一番綺麗なこちもりかもしれないね。次回期待して、俺とこちもりやるじゃん。半端じゃない。なんてかっていうと、6.5億、エリア社、間違いなく、俺と相性いいから。感じてる？出るよ。多分満杯だわ。次、六本木だね。ギロッポンね。ギロッポンだね。じゃあ、そしたらまあ次楽しみにしてる。これも次回よく、次、ギロッポン編だから。次、犬屋社ギロッポン編。うん、あ、いいね。そしたらもうこれはね、安い投資ですわ。はい、データを取るっていうね。そうそうそう、はい、じゃあということでね、さらなる高みを目指していく、ごじもりを取っていくセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。来てくれた方には A5 ランクステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。何かで営業していいの？ダメよ。ダメだと思うけど。ということで、ね、今回のごちもり、飯めっちゃ美味しそうだったな、俺もそういうとこ行きたいぜって思った方はね、ぜひチャンネル登録をして、ごちもりいろんな美味しいお食事で紹介するので、ぜひ次回の動画もお楽しみください。日本酒怖っ。そしてワンス、こう設定そんなことになるの怖すぎるわ。もうスロット打てねえじゃんって思ったけど、低設定のゆとりそんなぶっ壊せるんだ、パチスロ打ちてえわって思ったそこのあなたはぜひね、また明日もパチ屋に行きつつ、高評価の方をよろしくお願いいたします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。日本酒怖え、おなら出んだもん。もう高評価のくだりの時ウッてなった。嘘だろって。あの時はネギから。ネギ食いすぎやろ。